セレクトザガオのマキマキ料理おうちクッキング、イエーイ、うわー来たお前力あり余ってんだお前取れちゃったシルクとザガオはですね、料理が下手です。そんな料理音痴な2人が出されたお題の料理を食材を見て判断し作ってあげてく作ってあげていく、数々作ってきたんですが、はい、一向に成功に近づかん。自炊してないの？今更自炊なし、自炊なし、え、自炊してるの最近？してない。これこのくだりいる？モトキ、はい、早く、よし、今日はなんだ料理いろいろしてきたんだけど、俺のお題がちょっとあっちこっち行き過ぎだと、いろんな国の料理作らせすぎだということで。確かに結構難しいお題多かったもん。そう、お題が難しいっていう話だったので、まあ、家庭料理なんですけど和風の料理をしてもらいたいと思います。日本国民の中で知らない人多分一人もいない。言ったな、言っとり、世の中にもしかしたらじゃんけんとかミッキーマン知らない人もいるかも。いるぞ。それと比べてそいつ知名度高い。はるか？いや、まあじゃんけんとミッキーマウスぐらいの知名度はあるけど。発表します。今日のお題は肉じゃがー。知らん逃げるな。知らんな。逃げるな。肉じゃがから逃げるな。肉じゃが？うん、もうキングオブ家庭料理みたいなとこあるじゃん。まあ肉じゃがは確かに、まあ、嫁さんに作ってほしい料理ナンバーワンかも。ちゃんと上手に作れたらかっこいいじゃない。お前俺たちの肉じゃが食ったら、うん、多分明日から白米っていうかもう五穀米だよ、うん、え、なんで食べれんかなさ家庭科の成績教えてくんね。5段階評価だって5です。じゃあ肉じゃが作れるでしょ。だからテストのやり方がうまい、料理がうまいわけじゃない。あ、そうか、そう、あ、そうだ。じゃあ頼みます。肉じゃが作っていきたいと思います。しゃあスタート。しゃあ始まりました。入ってるものも知ってるからな、肉じゃがだったら。まあそうだね。まずは、はい、肉じゃがって言ってんだからじゃがだろ。じゃがだろ。じゃあ肉か芋か、どっちかな。え、これも何、じゃがいも、こんなじゃがいもある。何芋、あ、あんま栄養行き届いてないんだろ偏ってるよ絶対。そう、まあ、これがじゃがいもならどう考えたって。まず洗わなきゃじゃね。金木さ、え、待って、これどこまでも洗えるこの方。綺麗なのはいつから。何切りがあってんだろう。え、カクカクしてるから。角切り？ぶつ切り？まあ食べやすいサイズにすればいいんじゃない？人によんね。そうなんだよな。ちょっとでかいな。うん。こんなもんだな。もうなんかさ、まあまあ家庭的な男じゃね？じゃがいも切ってるだけで家庭的な男だよ。またまな板が埋まった。これさ、すごいうまんだよ、ほんと。なんでさ、あの、5メートルぐらいとかないの。サブ板みたいなのあってもいいのにね。ね、いや、なんか前習った気がする。お、汁の作り方、まあ、まず汁だから水分が必要だよね。もうそりゃそうだ。そう、なんかね、日本料理ってさ、本みりん入れたがるよね。これ、お前なんなん。え、濃厚熟成本みりん、豊かなコクと旨味。旨味っつってんだから、うまいもんな。旨味入ってまずかったらまずみだ。いや、まずみは詐欺だよ。あ、確かに。じゃが、あ、いいね。おお、あー、入れるね。めんつゆの素、醤油とめんつゆの素どっちだと思う。食塩とめんつゆだったらどっち派。食塩とめんつゆか。あ、食塩じゃない、醤油だ塩になっちゃった、ごめん醤油、つゆの素だから肉じゃがの素じゃねえ。違うよ、肉じゃがのつゆの素じゃん、だってだから合ってんだよ。必要やん。めんつゆの素とは言ってない。確かに、どこにも書いてない。つゆの素だ。ちょっと言いすぎちゃう。料理師、料理師、あのね、だいたい和の国の料理は、うん、みりんと酒は絶対一緒にする。けど白だしだ、出し抜くってさ、うん、なんか裏切るみたいなさ感じじゃん。あ、そうだね。人のこと出し抜いたとかって悪い表現じゃん、うん、だから出汁は抜いちゃいけないんだよ。いい意味でこれ入れよ。悪い意味で入れないように。少し入れよ。いい意味、いい意味、いい意味。オッケーオッケー。肉じゃが若干甘いじゃん。やばい、砂糖入れよ。おお、それいっちゃっていいんじゃない。いや、入れすぎじゃない。入れすぎ。あ、入れた考えてる間に入れちゃった。入れたね。これ足りる。これでじゃがびだしの方がいいんじゃない。いいね。本みりんまた入れます。なんなんこれ、ちょっと飲んでいい。普通
え、トロトロしてる。あんま、なんだこれ。酔っ払うドーナツ食ってるみたい。そうそうそう、酔っ払うドーナツ。なんだこれ。え、こんな味すんな。料理酒って何よ。他の酒と何が違う。しょっぱ。しょっぱいの料理酒。酒だけどしょっぺ。しょっぱい酒ってあるんだ。これ、こんなに言ってもない。ほんとだ、醤油だ、ね、めっちゃしょっぱくない。酒の皮かぶってるだけで。酒の皮かぶってやがる、こいつ。なんで同じこと言ってた。なんで繰り返したの今。多分酒の皮かぶった醤油だと思う。変な肉と肉。それ肉の方使うね。だってどう考えたら変な肉より。どっちが変な肉だっけ。これか。今こっち変な肉だった。何がいいかな。もうトルネード落ちてきたよ。自分の思うままに作り出そう。めっちゃ進もう。引き裂いてんだったらいらなくなるもん。ちょっともいいじゃん。いや違う違う、包丁使わんかい。引き裂くのやめて、こっち使うの あれだったんだけど。引き裂く方を推薦してないよ。玉ねぎ絶対いるよ。あ、入ってるね。まあ、具材は間違いねえだろって、どう考えたって。いやでも分かんない、俺らが知らないやつ入ってる可能性あるよ。俺らの知らないジャガがいるかも。こいつじゃねえの。それこれだって上流階級じゃない。さっき栄養行き届って言ってたけど。あ、そっか。スイッチオン。いいね。これちょっと待とう。この放置いいね、いいよ。もう全体的にジャガ多くね。なんか肉じゃがでさ。そっか、別に汁物じゃねえか。いいのか。いや、よし。ほれ、これ超強いんだけど。よっしゃー。これバーベキュー切り。ああ、確かに。ほれ、人参。人参あるよ。人参は絶対入れるだろ。え、人参って入ってたっけ。じゃがりこ、うん、じゃじゃがりこ。あ、じゃがりこじゃない。じゃがりこ。じゃがりこじゃない。じゃがりこ。いや、これはこれはないな。さすがに知らない。これ入ってるでしょ。あ、しらたき入ってるな。入ってる。え、なにこれ、バイオエキスみたいなの入ってる。怖い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 。その水は捨てていいんだよな。あの、すげえうめえ汁かもよ。もったいないし。だしだ。だし。白滝汁。お前言い方下手すぎんだろ。え、静まったんだけど。これすげえ。これすげえや。多分精霊の水なんじゃない。静粛になった。やべえ、水取れた。ほこり草。そんなことある。ほこりくせ。ほこりくせ。肉じゃこの匂いしてない。してる。いやー、めっちゃテンション上がる。すごい。なんで。お偉いさんがいる。ほこりくせ。あ、うわー、すごい。エイリアンみたい。苦しまげ。エイリアン。ほら、肉じゃこじゃん。これね、もう火力もうマックスで。いや、すばら。え、これでもできてんじゃね。あのね、やっぱ今茶色パック入ってるから彩りが必要。これ見たことあるよ。正解や。ナイス。え、でもさ、赤欲しいから人参入れんやっぱ。食感出るね、これ。おい、プロ。おお。そんなもんでいいんじゃない。いいね、不格好だけどこれが男らしい。これでいいな。せーの。うわ、うわ、すごい。あ、え、待って、作れてね。え、作れてね。いや、作れてる可能性あるぞこれ。え、だって肉じゃこじゃん、色も完璧。スーパーカブ。カブもね、入れちゃうよ。カブ、カブ、カブ。これもう終わりでしょ。終わり。これ以上何をすることがあるの。これ多分クリアじゃない。プロデイ。美味しい。こんな感じ。僕らの肉じゃがです、これが。完成。いや、これは完璧でしょ。これ
完璧。これは完璧だと思う。この日のために今までがあったわ。え、うわ、本当に肉じゃがじゃん。すげえだろ、肉じゃがじゃん。出来上がったぞ、肉じゃがです。それではご覧ください。はい。え、お、え、どうだ。待って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 、え、本当に2人で作った。本当に2人で作った。マジ香りもいい、肉じゃがっぽい。いただきます。せーの。ん、しょっぺやっぱそっか、しょっぺー。これインゲンちゃんと入ってね。そう、すごいよく分かったね。インゲン美味しそうだな。インゲンうま。インゲンも入れた。超うまい。なんか得体の知れない白いやつ入ってる。かぶい、かぶ入りもいいね。しょっぺーだこれだよ。え、見た目10点満点中9点。おお、すげえ。もうこれ肉じゃがでしょ。おお、言わせた、言わせたね。味、うん、5点。6点は欲しいよな。俺がしょっぱいの苦手だから、もう俺の裁量で5点。肉じゃがとはもう8点ぐらい上げちゃった。おお、過去最強に近づいてる。やった、しゃ、ほぼほぼクリアです。やった、すごい。動画見てくれてありがとう。セカンドウェイ、ツイッター、インスタグラム、他にもいろいろやってます。チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。